今日は翻訳の話をしたいと思うんですけど。翻訳ね。翻訳。トランスレーション。えっとね、翻訳って割とこう、やるじゃないですか。まあいろいろありますけどね。いろいろありますね。ウェブページ翻訳したり、しゃべり言葉を翻訳したり、とか動画のセリフ、日本語でキャプション見たりとか。 ええ、まあ,まあ今日はオーソドックスにテキストの翻訳なんですけど、割とディープエルとか使ってますかね。お仕事では、ディープエルが一番ですね,ねあ。私もディープエルもあの一応契約して、あれはあれでね、ウェブサイトのこの,この部分だけ訳すとかいう時に、<え>あのクロームの拡張とか入れると、こう選択してディープエルで翻訳みたいに一発でできちゃうんで、まあ、そういうところは便利だと。 えやっぱりあれですよ、その業務で使われてますからね、うん、ビジネス用語みたいなやつは非常に強いと。強い,うそういう感じがしますえ、ねうんうん、ですが、ね、今日はちょっと LLM を使った翻訳の話をちょっとしたくて、まあ、最近また LLM を使って翻訳するのもいいなと思うようになったんですよ翻訳はまあできるということはと、ね、あそう,そう,そう翻訳はね、まあまあできるということは皆さんご存知かと思うんですけど、まあ、ちょっと今日はまあちょっとチップスといいますかですね。 ちょっとこ,んなこんなやり方したら便利ですよっていうのはちょっと私の知識からやって、できれば皆さんの,あのねコメントとかもいただいていろいろ情報交換したいなと思ったのでちょっと今日はそのお話しますと。でですね、じゃあジェミニを今日は使いたいですね。じゃあジェミニの画面をえっとちょっとシェアしますね。 え、ちょっとま、こんにちは、つ彦こさんって来てますけど、まあ、これ、ジェミリーの画面ですと。うん、で、普通、ここにですね、あの、ジェミリーの相談って書いてあるところに、えー、まあ、割とよくやるのは、まあ、例えば、英語の翻訳としましょうと。英語を日本語に翻訳するということでやると、はい、えー、次の文を翻訳してくださいってこう入れて、はい、で、その下に英文を入れると。い。うことをしますよね。え、はい、はい、はい。多分、それが一番オーソドックスな感じかなと思うんです。はい ですが、ですねせっかく LLM を使うので、えー、いろんな指示ができるわけじゃないですか、LLM っていうのは。うん、そこがディープ l ルと違うところで、うんえー、表記ルールっていうのを決めてやるというやり方をするのが、ね、すごくいいなと思います。ちょ,ちょっとここに、あのまあ、打つの時間ないんで、今、こっちからコピーして、ここに貼りますね。えー、とねこ,こんな感じに入力します。入力した英文を日本語に翻訳してくださいと、まあ、指示します。でうん 訳文の表記は表記ルールに書かれた指示に従ってくださいって書くんですね。うん、で、その下に表記ルールということで、例えばデスマス調の日本語にするとか、カタカナ語の語尾の調音は省略するとかですね、うん、3語以上の長いカタカナは複合あ、カタカナ複合語は半角スペースで区切るとか、うん、人名では生と名の間に中黒を入れる。うん、それから丸括弧は全角を使用する。うん、アラビア数字は半角表記にすると。 ただし一桁の数字は全角表記。それ、うん、から人名、地名などの固有名詞はカタカナに表記にし、カッコ書きで英語表記を後ろに追記すると、うんね。結構こうやってね、あの、翻訳すると色々と自分でスタイル作りたくなるじゃないですか。うん、だからこういう自分のスタイルをこう作っとけば、あるいはどっかの投稿するんだったらその投稿のスタイルを入れとくと、すごく便利なんですよね。 で今、入れました、そうするとです、ね、ジェミーさんは承知いたしました、デスマス町でカタカナ語の語尾の超音省略、長いカタカナ、複合語は半角スペース区切り、人名表記は生と名の間に中黒、全角丸カッコ、アラビア数字は半角表記、カッコ1桁は全角、固有名詞はカタカナ表記でカッコ書きで英語表記を追記といったルールで翻訳しますって、非常に丁寧に返してくれるんですね。で、これで,です、ね、じゃあ翻訳させましょうということで。 もうあとはですね、一回こうやって指示しとくと、もう英語入れるだけでいいんですよね。うん、わざわざもう日本語入れなくても、もう英語でポンと入れてやると、うん、もうあ英語入れたら答えてくれます、うんえー。はい、今これ入れました。ジョン・メイヤー。カッコジョン・メイヤーでちゃんと入れてくれてますよね。うん、で、映画鑑賞とゲームするためにボストンでカッコボストンで入れてくれますと。うんうん、で、フェニエル・ホール・マーケットプレス。これもあの中古入れてちゃんと、ねうん、書いてくれると。で、カッコ書きで英語書いて。で、アップル製、 のコンピュータを買いましたと。カッコアップルで、彼の父は2003年、ちゃんと半角の2003年使ってますね。自宅で仕事をして、同僚とのビデオ会議するために、自分のコンピュータ、カッコリナックス、これカッコっ個になってますからね。使っていますと。いうふうに、ちゃんとですね、この表記ルールに従って、さっきの表記ルールに従って、こう、返してくれるわけですよ。だから、ここがね、すごく、あの、いいとこじゃないかなと思います。はい。でですね、 表記ルール追加できるんですね。例えばですね、えー、今一回やってみましたじゃあ、カタカナ末尾の、あ、これはまあ、さっきと重なりますけど、ただ、アップルはですね、もう、アップルとカタカナで書こうかと思ったり、カンパニー会社で訳すっていうふうにしましょうかってすると、うんえー、もう一回ですね、えー、項目追加いたしましたとき。来、え、て、ー、さっきの英文を入れてもいいんですけど、えー、まあ、最初の英文をもう一回、 翻訳してくださいってこう入れると、ちゃんと覚えてますから、前の英文をね、ちゃんとこういうふうに書いてくれるという感じですね。<う>あ,あ、これ変わんないか。<laughs> 同じでしたね <laughs>。あの、表記ルールあんまりちゃんとやってなかったんで、できてなかったですけど、まあ、こういうふうにあの追加できますというのは一つポイントです。それから、えー、文体も変えたいっていうときありますよね。例えばこれ、小学生に向けて話すように翻訳してくださいって。えーうん 同じ英文をって書くと、これで多分一発でやってくれると思うんですけど、うんえー、こんな感じで、ジョンメイやって人がいるんだけど、<laughs> ね、その人がね、ボストンという街に、ここ,ここですね。こんな感じで優しい感じで訳してくれる。まあ、この辺がね、やっぱり生成 AI らしい <laughs> とこかなと思いますね。はい。まあ、そ,それで例えば逆にあの、えー、情報工学のね、専門、 の学生に向けて訳してくださいとか、うんえー、中学生レベルで訳してくださいとか、いろいろとこう指示ができるというところが、なかなか生成のいいところだと思います。まあ、そういうやり方をしてもいいんですよね。そ,それでですね、ちょっとここで一つ大事なのはですね、えっと、構成はしといた方がいいんですね。で、一度翻訳した訳文は構成するのがいいんです。あ、これはコメントじゃないや。えっと、それでこんな指示をしますと。 日本語訳が元の英文の意味を適切に反映しているか、添削してください。適切ない箇所があった場合、修正案を考えてください、教えてくださいと言うとです、ね、一応、ジェミが見直してくれるんですよ。で、えー、元の英文と小学生に向けた翻訳された英文からで意味は適切に反映しているか確,か確認します。で、検索と修正案ということで、自分で自分を添削してくれるんですね。えー、分かりやすく翻訳されており、褒めてますけどね。 <laughs> 元の英文の意味も適切に反映されています。ただし、いくつか修正すできる点があります。ということで、まあこんな風に、お店の表現をこう変えるとか、うん、えビデオ会議の表現を、えー、インターネットで顔を見ながらお話できるみたいな、もっと簡単にしようとか、まあリナックスってそもそもわかんないかもしれないなとか、いろいろ考えてくれるわけですよ。まあこんな感じで、添削させると、さらにいい文章にしてくれますと。なるほど。ということなんですね。で、でもう一つ。 こ,っこれ、こっから先はジェミのをなぜ使ったかっていう理由になるんですけど、うんえー、例えばープールでね、いいのはね、あれ、あの左右にこう、ざっと書いてくれるじゃないですか。うん、左側に、えー、例えば英語入れると、右側に日本語って言って、ね、うん、まあ左右にあるんでこあの、対象しやすいんですね。対応をこう分かりやすいというところありますよね。で、同じようなことできないかっていうことで、うんえー 上の英語の文章と最後の日本語文章を文ごとに対応させたら表を作成してくださいと。いうふうに、もう、あのコメントしますと。あ、プロンプト入れますと。<ー>そうするとですね、もうそれで分析してくれて、えー、表を作成します。ということで、表を作成してくれるはずなんですよ。うほう。ちゃんとこうやって作ってくれます。<ー>これで、まあ、文ごとにと書いたんで、この一番目の文に日本語こうです。 2番、脈甲ですっていうふうに、ちゃんと訳してくれるわけですよ。なんで、これで、まあ、あの、DVN に近いね、見方ができるようになりましたと。で、こっからですが、そ、この表を作るとですね、Google スプレッドシートにエクスポートっていうメニューが出てくるんですね。で、このメニュー、このボタンを押すとですね、スプレッドシート作成してますって出てきて、え、できました。じゃあ、これ、スプレッドシート開くっていうボタンを押しますと。すると、 スプレッドシートにですね、もうちゃんとですね、書いてくれます。今これ、あの、折り返しになってないんで、ラッピングから折り返すにすると、ちゃんとこういうふうに書いてくれて、じゃじゃじゃんとやって、あ、広げすぎました。これぐらいにすると、ちゃんとこう、スプレッドシートに入れてくれると。いうところまでやってくれるので、一発でも、あの、ま、これ、Excel にエクスポートしてもいいですし、あの、このままね、Google のスプレッドシートで使ってもいいということで、 ここまで一発でできてしまうとうん、うん、いうところがなかなかすごくないですかなるほど、はいあ。それがジェミニー、Google 使った例。そうなんです。これで Google を使うと、こういう連携ができるってことです。でちなみにね、もう一つ、ここにアイコンがありましてね、こっちでもできるんですけど、これでやると、Google ドキュメントにエクスポートっていうメニューが出てきますね。うん、でこれやるとですね、うん、Google ドキュメントにでやってくれるんですけど、うん これはちょっと面白いんですよ。Google ドキュメントにやるとですね、実はあの、表はちゃんと作ってくれるんですね。こういうふうに。うんうん、Google ドキュメントの表として作ってくれるんですけど、うんうん、それを作るコードまで出してくれるんですよ。あのつまり、Python で、この表、えー、このデータの表を作る、えー、スクリプトも一緒になぜか出してくれるという。うん、<laughs> なぜか。だからもし Python を使う人は、えーえー、このままコイップすれば、えー、こういう表が 作れる Python で、ねうん、というような、えー、こともできることを発見しました。ということで、いろいろあのマークダウンにしたりとか、いろんなことができるということで、まあそんな感じです。なかなか便利でしょこの LLM を使った方がいいか、ねうん、なんか挿絵を入れてくださいみたいなのもすぐできそうですね。ああ、生でね、それでできそうですね。そういうのもね。あと、単語帳を作ってくださいと。 重要ああ、はいはい。確かに。かそうなんですよ。メロディーをつけて歌ってください。<laughs> それは今、ゼ <laughs> ミニではできないかもしれないですけどね。まあ、スーとか使えばできるかもしれないですねあ。でも確かにね、そうやってね、いろいろこんなことできるかなって入れたらね、できたりするんで、うん、そこが生成 AI を使う面白さですね。うん、なるほどあ。あの、全然ダメな時もありますよ。いっぱいね。うん、はい,いや。僕もね、翻訳はこの頃ね、うん、AI 使うんですよ。 おそうですか。いでも、うん、ここまでできるとは思わなかったけどね。ねえ。まあジェミニーね、長いのができるっていうのもいいとこですけどね。そ <laughs> うそうそうそう。僕も最近ジェミニー使うことが多くなってきましたね。今みたいなこともあるっていうのがあるんですけど。うんね、以前ね、うんあの、ジェミニーの悪口言ってたけど。 あのでチャット GPT にかなわないって、でも今ね、はい、ジェミニの方がいいって側面あるよね。ありますね、あ、うん、ありますありまますす、ね、1ミリオンだからさ、全然気にしないでいいからね、うん、も,ものすごい長いもうあの、YouTube とかなんとかに予約するからね、うん。うん、確かに。最近ね、いろんなものに、あのさっきの Google スプレッシートのよ横に、ジェミニが出て来てくれるんですよね。 だから、スプレッドシートのな、うん、ー中身のことについて、ジェミニもそこですぐ聞けるようにな,って、うん、なりましたよだあの。だからそういうところもやっぱり、グーグルの良さが出てきましたね。いろんなものと連携できるっていうところが。うん、そうか、僕ね、グーグル、ドックスは使ってるけど、スプレッドシートは使ってないからね。まあドックスでも使えますからね。 うんはい、横に出てきます。Google、ジェミニボタンが今、ついてますよ。うん、あそうか。うん、ぜひぜひ、はい。ということで、まああの、まあ、といってもね、いろんな皆さん、ノウハウがあると思うんで、うん、ここであの聞いてあの、視聴者の方もぜひ、うん、こんなことできるよって教えてくれたら、ありがたいなと。なるほど。はい、もう最近、いかに楽するか、ことばっかり考えてますね。その 内容を考えるのは AI にやってもらって、いかに早くやるかだけを自分が考えるいや僕ね、AI、今後の社会でさ、AI を使いこなせる人間とそうでない人間がやっぱりね、すごく生産性が、ギャップが開いてくるような気がするんだけどね。さっきこの前の論文の話と一緒ですね、研究の話と。はい か3分の1にならないこっちゃうそうなんですよね。<laughs> というようなお話です。はい。はいみんなで使いましょう。はい。お願いします。ノウハウ共有しましょう。しましょう。はい。